より小さい AFC チャレンジリーグプレーオフ、チャーチボーイズ・ユナイテッド1・2パロ、13日、カトマンズ。写真、本田圭佑以外にも日本人選手出場パロ FC のスタメン選手。サッカー日本代表として3度の FIFA ワールドカップ、W 杯に出場した本田圭佑、38、がブータン一部の強豪パロ FC の一員として、アジアサッカー連盟の主催大会。 AFC チャレンジリーグの出場権をかけた一戦、プレーオフに主将としてフル出場をした。2-1で競り勝ち、ミッションコンプリート。前半、惜しい直接 FK はあったが、得点はならず。それでも絶大な存在感で貢献し、チームに本大会への出場権をもたらした。相変わらずの勝負強さを発揮した。 試合直後には泥だらけのユニフォーム姿で中継局のインタビューに呼ばれ、チームを代表して、チームはとてもアグレッシブにプレーした。我々はやり遂げた、とても興奮している、などと、英語で話した。そして、なんとピッチ脇で仲間たちから胴上げされ、チームメイトと共に大喜びした。ネパールのカトマンズで、ぬかるんだピッチでの一発勝負のプレーオフ。ホンダは当初この試合のためだけに、 1>, 1試合限定で契約したブータンの強豪の背番号4左腕にキャプテンマークを巻いて中盤の攻撃的な位置で先発した本大会切符をもぎ取るため必殺仕事人としてのプレーアウェーで左右の CK のキッカーを務め守備で最終ラインまで戻ってカバーするなどユニフォームを泥だらけにして奮闘 AFC の公式サイトも試合前にホンダをエースと表現 チームに創造性とリーダーシップをもたらす存在、と書いた。公式戦出場は8日、当初は予定になかった同国一部リーグでのデビュー戦に続き隣国への移動を含む中4日の強行軍。その8日は実にリトアニアのスルバでの21年11月4日、A リーグのザルギリス戦、ホーム、以来、実に1008日ぶりの所属クラブでのプレーだった。 ホンダは ABEMA の番組に生出演した際、今回の1試合限定での公式戦復帰の異例のプランについて、1試合ならいいよと言ったら1試合でオファーが来ました。異想の1試合の格闘家みたいなオファーが届いて緊張感がありますと話していた。本田圭佑、本田圭ホンダ・1986年、アキラ61、6月13日、大阪府生まれ。 セッツ FCG 大阪ジュニアユース石川・清涼高名古屋 VVV フェンドオランダクスカ・モスクワロシア AC ・ミランイタリア・パチューカメキシコやボタフォゴブラジルなどでプレー2008年北京五輪の日本代表ワールドカップ W 杯は2010年南アフリカ大会から14年ブラジル大会 18年ロシア大会と3大会連続出場し2度の16強進出に貢献。全3大会で得点とアシストを記録。国際 A マッチ通算98試合37得点。W 杯ロシア大会で日本代表を退き、選手でありながらカンボジア代表を実質的な監督として指揮した。企業家、投資家としても活動する。